はい、嘘をテーマにした本企画にちなんで、キャストの皆さんが最近ついた嘘について伺っていきたいと思います。高口さん、はい、お願いします。私は、はい、ここは私の立ち位置なのでと先輩に。おっと、なんか、はい、なんかちょっと怖い感じ。どういうことですか。あの、私 AKB48 というアイドルをやらせていただいておりまして、あの、あさってコンサートがあるんですね。で、まあ、もう絶賛コンサートのリハーサルをしていまして、やっぱり80人ぐらいいるので、もうすっごい立ち位置なんですね。80人横一、あります、あります。端24番とか24番、だからもう、あの、1番1メートルぐらいなので、まあ48メートルぐらい、すごい、そうです、そういうようなステージでやらせてもらってるんですけど、やっぱりそのリハーサルって先輩参加できない方とかお仕事でもういらっしゃって、で、ずっと私は気づかず先輩の立ち位置に入ったまま練習してたんですね。で、こうリハーサルで先輩が来た時に、あれ、ここってさって言われたんですよ。でも、あ、いや、これ私の立ち位置なんで、あ、こっちじゃないですか。どうぞ。はい、結構先輩だったんですけど、いや、あっちだと思いますよ。認めないんだ、そこ。そう、ずっとそこに、もう最初からそこに立ってたから、いや、俺私ですって言って、で、後々確認したら、まあ普通に逆だった。やべー。あさっては戻るんですね、一応。だからその気づいた時に、あ、なんか変更で逆になりました。さすがに失礼すぎたなと思って、嘘つくしかなくて。あの、ちなみにその先輩の名前とか言います今。なんて言わせられるんですか。いやでも一応ね、念のため。念のため。結構先輩ですか。いやでもさ、あの、ゆきりんさんとかいうレベルじゃないんで、まあ許してくれるかな。ちょっとそういう甘えで、ね、そうなんですっていう。いい先輩ですね。いい先輩、本当に優しくて助かりましたっていう話でした。髪の毛どんな感じの先輩ですか。めっちゃ聞くやん。めっちゃ気になってる。髪の毛ショート。ショート。はい、じゃあ、あとまたちょっと、あの、詳しい方、ね、ググってみます。ググっていただいて。はい。はい、ではね、休み大事。休んでも大丈夫ですか。え、休んでます。ね、忙しいから、なんか渋谷に見ました、でっかいやつ。ありがとうございます。私いないんですけど。あ、でも、すみません。気になってきたんで、終わりましょう。終わりましょう、この話ね。終わりましょう。はい、ということで、以上でした。ありがとうございました。お母さん、ありがとうございました。